こんにちは、アキトです。てなことで、今日はここまた渋谷にやってきてますけども、今回は光一さんと待ち合わせしてます。光一さんが来る前にまずいいねお願いします。いいねは既読の印、仕事プーって押しといてください。あとチャンネル登録してない人、チャンネル登録してない人、直接今言ってます。僕がチャンネル登録してくださいって今直接言ってますよ。僕がこう言ってんのにチャンネル登録しないまま見るのは気まずいよ。こんなにはっきりと言ってる。なのでお願いします。あとは光一さん待ちたいと思います。おはようございます。お願いします。それで今日呼び出して、ああ、いや、とんでもないです。呼び出されて呼び出して呼んじゃいました。またはこういちさんがね、はい、SB 初です。初の種類です。あ、そうなんですか。はい、いや、でもスニーカーズ完売になってるから。そうなんです。おめでとうございます。 ありがとうございます苦節長かったですね。でもちゃんと完売になってますからね、今も。そうです。ちょっと明日リストックがないか怖いですね怪しいな。ありそうだな。でも今のところ完売になって、スニダンさんでもまあ多少なりともプレネアついてるんで、はい、いやー、まさかこんな日が来るとは思わなかったですけどね。いやー、あの光一さんがこんなに、いや、幸先いいっすねそうですね、新年始まって1月、はい、これも新年初めてあの申し込み行って、はい、当たったんで。あ、直接行ったんですか。はい、行きました。でもこれは買えない人も結構いるはずだからね。そうですね。いや、ちょっとすいませんね、ほんとすいません、ちょっと頑張ってきましたので、はい、ここまで前役なんですけど対策良さそうです。今までは散々スニーカーズでも全サイズあるものをわざわざ店頭で買いに行くっていう、はい、ですね、そのスタンスだったんですけど、そうやってましたけども、すいません、今回はなんかちょっとすいませんね、本当に。もう早速行きたいっすね。ああ、そうですね、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。人がめっちゃ多いですね。渋谷多いっすね、やっぱり。多い、外国人が多いわ。あ、年明けてから渋谷には来てたんですよ。渋谷原宿、それこそあのメンバーシップの方々と、はい、あ、ちょっと飲んだりしてたんですか。あ、いや、もう本当に買い物に来てました普通に買い物？普通に。あ、そうなんだ。ちょっと飲むとかじゃないんだ。はい、じゃなくて、年明けまず一発目は、K さんと NY さん。3人で。3人でブラブラしてて、その後あの、3連休あったじゃないですか。1月の最初の。ちょっと僕にはわからないですけど、3連休があった。3連休。はい、あの、コータさんと、高尾さんと、はい、あの、つむさんも都内に出られてたんで、はいはい、で、その時は今度4人で、あの、渋谷原宿ブラブラしてました。あの、それはあれですね、あの、イエローオークルでしたっけ、あの、AJ1。はい。あれがゲリラあった日です、ね。あー、ワールドオブフライトで。そう、あの日だから、3人で。並びました。なんか買ってましたね、そういえばつむさんとか。そう、ちょっとあれおかしいんですよ、つむさん。あ、おかしい、おかしい。あ、また重症になってるなっていう。で、最初並んでは、いろいろ支援とかあって、はいはい、で、まあ、並んで結構計画したんですよ、3人で。あ、で、自分とコウタさんでもうその支援とかのやりくりが終わったん で、つむさんには、まあ、もう別に大丈夫ですよって言ったら、なんか気づいたらテンハーフ買って自分の買っててコウタさんと二人でちょっとおかしいっすねそのつむさん以外は他の人の支援を聞いたりして、で、ね、でサイズもたまたまあって変えたんで、な、そうなんだ。メンバーシップの人たちでそんなつながりが、たまたまなんか予定ができて、そう、本当にアキト君の、ね、メンバーシップのおかげで交流があって、わちゃわちゃ僕のいないところでまあ、もし僕に連絡があっても、いや、ちょっとっていう、いや、そこ来てくんないんで今日はリリースないんでって言ってそうですね、ちょっと今日はね、無理くりちょっと来ていただいちゃって。宮下パーク着きました。と、はい、ってことはインさんと渋谷店で、はい、いや、楽しいっすね初めてですしね、買う靴が。いや、あれ誰も買う人いないだろうなと思ってたんですけどそこはやっぱりさすがですね。知れたら申し込みには来ましたわざわざ店頭に申し込んでるとは思ってなかったですね。
着きました。ちょっとはい待ってます。おかえりなさい。かっこよかったっす。よかった。よかったっすね。今日もよかった。今日もやっぱ相変わらずいいっすね。当たりだった。当たりでした。え大丈夫かな。本当にこれ収益化できるこれ。大丈夫。よく見るけどな、なんかお店入って、はい、その後の感想を述べるみたいな動画あるけどな、はい、そういう。そうそうですね。新宿とか五反田とかのロケしてるの見るけど、はい、今日じゃない ここ渋谷よかったっすね。すっきりしてるもんな、だって。大丈夫なのかな60分コース意外と早く出たけど。そうですね。パパッと。いや、でも、特別モデルですもんね、今回。いや、そうなんですよ。いや、箱も、ちょっとまさかでした。あ、そうなんだ。紫じゃないんだ。そう、なかったです。チラッと、ね。チラッと見て、はい。まあ、結局、はい、何があっても、返品交換はできないんで。まあまあ、その場でなんか気づけば、一応、あるんじゃないですか。あ、ダメなの？その出してもらったやつをもう買うしかないんだ。そう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 。それを交換も無理ってことだ。じゃあ見ても見なくても。まあ、まあ、まあ、極論そう。あ、へえ。あれけど。ありがたいんでね。いやー。なりました。高一さん油断も隙もないですね。まさかこれを申し込んでたなんて。スニーカーズでもしかしたら売り切れないのかなと思ってたけど、ね、いや意外と売り切れてて。じゃあはい。いやー、そのクイックストライクの箱なんですね。そういや、そうだった。紫じゃないんですね。紫じゃないんですよ。やっぱりコラボだからなんですかね。あ、まあかもしんないですね。これがまさか手に入るとは思わなかったですね。そうなんだ。一応高一さん自身はそういう気持ちなんですね、いつも。あ、そうです。まあ今回も買えるだろうじゃないんだ。あの、まあ自分が選んでるものをいつも大体買えてるけど。そう、買えてますけど。だから買えるだろうじゃないんですね。一応本人としてはドキドキしてるんだ。常にドキドキしてます。あ、そうなんですね。はたから見てれば、まあ、ボイチさんが買って、買おうとしてんだから買えんだろうなって思っちゃうけど、本人はちゃんとドキドキしてんの、毎回。ドキドキしてます。あの、なんか、ちょっと、ジッコさんにもいじられてるんですよ。新年の、ボイチさんコーナーみたいな感じで言われて、あの、インスタントで並んでる。ああ、わかります。インスタントさんで、一般でもこう、もう置いてあるものがあるけど、それが全部、ボイチさんが買ってあるやつ。こちらの今すぐ買えるやつ、くしくも高一さん全部持ってます。普通 SB って全部完売になってそんな並ばないけど、並んでるものを高一さん全部持ってるっていう。一応そうか、本人はちゃんと毎回ドキドキしてるっていうのはちょっと面白いですね。抽選結果すげえ気になった。はい、いきます。これでいきます。わー、これね、わ、これですよね。ブレーザーなんですよね。そう、ブレーザーのミッド。はい。で、コラボはぐちゃってした。いや、これですね。今回なんかスペインの、あ、なんか、ね、マドリードのショップ？スケボーショップとコラボで。はい。すごいな、確かに特別感がすごいですね。この、面白いですね、このデザインが。これ、このリーク見たときに、はい、このシューレースとこの内側の柄、うんがもうめちゃくちゃ可愛いと思って。これ面白いですよね。スペインのそのお店なのにこんななんか千鳥格子みたいな。そう、そうですよね、これ。あ、でもレザーの感じとかがいいな。硬いし。いや、普通のブレーザーよりも多分めっちゃいいと思いますね。あの、このこういうデザインも多分全然違いますよね。いや、本当にそのブレザーのこのミッドは初めてなんですよ、はい、で、1個持ってるのがカウズ。あ、何色か出たじゃないですか。はいはい。それのあの、定価割れしたのをスニダンさんで。カウズ堺のブレザー、ローダー。そうですね。そうですね。それは一足持ってるんですよ。これ意外初なんですね。初です。意外と SB ショップ、はい、その昔から。そうですね。もうやっぱ、もう
ク SB しかもう基本目がなかったんで。なるほどなるほど。そうなんですよ。これなんか削れて、あ、そうデザインで、うん、ちょっとチラッと見えてるけど、うん、このバーガンディというか、バーガンディっぽい色ですね。出てきそうですよね。そうですね。なんかリークの写真とかでなんかここが削れてるのかわかんないです。この色が出てたりするんですよ。はい、やっぱりそうなんだ。もしかしたら履き込んでいったりすると、そうなるのかもしれないですね。いや、これめちゃくちゃ、色がいいですね、セール。そうですね、うん、白じゃないですね。そう。いや、かっこいいなぁ、これ。この素材も面白いですよね。面白い。内側もね、ちゃんとなってるから、もう、まあ、もともとシューレースはこれで履きたいなってずっと思ってたんで。あ、替えのシューレースってなんか、あ、ありますね。あ、あるんだ。白と、あと、あれだ。あ、出た。あー、なんか全然違う。うわ、何これ。これはこれで面白いですね。なんだこれ。なんか革靴でたまにピロピロってついてるような。はいはい、素材もなんかその革っぽいっていうか、しっかり硬いし、これがシューレースになってるの面白いですね。面白いですね。いや、悩みますね。ずっとこれ一択かなって思ってたんですけど。あー、まあそうですね。これはこれで、あー、全然変わりますね。雰囲気変わりますね、これ。まあ細いですからね。へえ、何そのシューレース。気になりますね。これ、うん、ちょっとこう、色のついてるのってちょっと今不安があって、去年、シュプリームで出たバンズのオレンジ、はあはあはい、ハーフキャブを買った、買ってましたね。で、履いてるんですけど、はい、あれ、もともとシューレースが白ついてるんですよ。ただ、その白のシューレースに、オレンジの、ベースの色、はい、全部、え、移っちゃってるんですよ。色移りしちゃってるんだ。色移りしちゃってるんで、だからもしこれをつけたら逆に、この色がついちゃうのかなーって。なんかいかにもつきそうな。つきそうだから。けど。そうなんだ。色移りしちゃうんですね。すね、この終わりもなんか、うん、ただの切りっぱなしですもんね。切りっぱなしで終わってます。なんかインソールもなんかデザインがね、書いてありますもんね。イラストというか。イラストで、ちょっと見にくいですけど。いい。ちょっと足を通してみたくて、初めてだから。あ、今回どうしたんですか？小市さん、まあ、6.5 が。6.5 なんですけど、一応事前にいろんな方に聞いて、はい、ハーフ上げた方がいいよっていう風に、聞いたんで、今回は27で買いました。毎歳 26.5 だけど、27で。7で。うん、どうなんですかね、この、まあ、超クラシックな形ですもんね。そうなんですよね。まあ、履き口はまあちょっと履きづらいだろうけど、中確かにかなり狭そう。狭そう。あ、このアウトソールもいいですね。いや、いいっすね。うわ、かっこいい。デカスーシュと、うん、あ、このなんかなんかちょくちょく見ますよね。鼻のこの一輪のやつ、うん、デザインよく見ますね。よく見ますね。バラのイメージですかね。バラっぽいですけどね、うん、色は。まあまあ、この色的にも。うん、このクリアソール、ブレーザーでクリアソールってなかなか見たことないと思うな。多分。やっぱバラはあれじゃないですか。やっぱスペイン、マドリードで情熱の国だから、バラなんじゃないですか。まあそうかもしれないですね。そうそう、情熱の国なんで。サンバ的なね。そうですね。シュータンがすげえ硬いっすね。あ、硬いんだ。このレザーが柔らかそうな雰囲気出してるけど。硬いっすよ。あ、ほんとだ、硬い。なんだろう、あ、縁がしっかりしてんだ。あ、うん、後ろはレザーじゃないけど、なんかここ。そこだけがちょっと。入り口がね、狭いっすというか、履きづらいっすけど、まあまあ、そもそも、ハイというか、ミッドカットなんで。あ、でも、サイズはハーフ上げて、いいかもしれないです。やっぱりハーフ上げた方が。上げて、まあ、毎歳でも大丈夫そうですけど、もしかしたらちょっと、ここの小指の当たりがあるかもしれないですけど、でも全然、うわ、かっこいい。わ、いいな、これ。中入っちゃえばね、ちょっと入り口だけ。そうですね。ここもうちょっと緩めれば、もうちょっと履きやすくなるかなっていうところで。かっこええ。あれ、これ履いてんの、死者の日のエアフォースワンですよね。そうです。一昨年か、もう。だから、のやつですね。今年の死者の日で、ブレーザー。あ、そう、あれもいいと思ってたんですけど。ありましたよね、やっぱり。あれ買わずに、あれはスルーしました。そうなんだ。あれも気になってたけど。そうですね。でも、こっちの方が、レザーの質もめっちゃいい。ここが面白いですよね。
ここにカサウェルカムマドリードって書いてある。マドリードにようこそみたいな意味合いですね。カサってスペイン語で家らしいんで、ホームへようこそみたいな。今回このコラボした店の名前がウェルカムスケートボードですよね、確か、はい、そうですね。スペインのマドリッドの、なんかこれがそのスペインのバルをイメージしたみたいなこと書いてありましたね。なんかバーというか、あのレストランみたいな、うん、ちょっとわかんないですけどね。これがへえとしか思えないけど、バルなんだっていう。なんかまああるんでしょう。なんかリークの画像でもそういう飲食店のなんか机にこれが乗ってっていうのがあったんで、だからまあそういうことなんだろうなっていう。かかとのところのこれもすごいですよね、編み込みで。編み込みでかなりしっかりしてますもんね。ブレーザーやっぱいいですね。まあ履きやすいっていうか、履いた感じがなんか結構しっくりくるなって思って、ローを履いた時に思って。いや、デザイン的にもなんか綺麗めでも合うっていう感じですね。そうですね、色がなんかいいなと思って、うんうんうん、このクリームとバーガンディで色合い的にはアママそう、アママニエールみたいな。そうですね、はい、アママっぽいですよね。普通にファッションとして、うんうん、すごく履きやすい。やっぱりなんかその食事のメニューみたいなイラストになってますね、うん、なんか出てますね。嬉しいですね。なんかブレーザーのこのスウォッシュのなんかボテッド感っていうか、なんていうんですかね、なんか、ああ、いや、でかいですね。そう、これ意外と好きなんですよね。へ、正直でも履いた感じでも本当マイサイでも全然問題ないかなって。中に入っちゃえばそこまで細いっていう感じでもなかったんだ。はい、あとまあちゃんと紐やり直せば全然履くのも苦じゃないかな。まあ、ただまあ 0.5 上げてもここ紐でなんて全然どうにかなって。いやー、この特別感すごいですね、うん、金もいいですね、うん、こういいですよね、こうなんか全体的に綺麗な感じで履いても全然いいなと思って、うん、そうですね、綺麗めのファッションとも全然合いますもんね。全然合いますね。インドネシアなんですね、メイドイン。あ、そうなんですね。この形にここ星型されるとちょっとコンバースを思い出しちゃうけど。ね、確かに。ブレーザーが SB っていうのがね、なんか SB といえばダンクだけみたいななんかイメージになっちゃうけど、まあ、ブレーザーも SB なんですよね、うん、カテゴリーとしては。カテゴリーとしては。あ、でもちょっとお値段もね、やっぱ安く感じてしまう価格帯だったんで。15ぐらい？いや、13です。あ、そんな安いんだ。はい。これ1万3000はめっちゃ安いですね。もう今だってかなり安く感じちゃいますよね。ちゃんと凝ってるし、うん、いや、これはちょっと嬉しい必足ですね。これはだって買えないですからね。買えないですからね。お店行っても置いてないから今回は。すいませんけど、明日のちょっとリストックだけ怖いですけど。スニーカーズのね、そういう気まぐれあるから怖いけど、ね、怖いですけど、今まではお店で普通に買えるものを買ってましたけども、今回はすいません、ちょっとあの毎回のあの恒例のシリーズ最終回ですかね。もしかしたらもうちょっと光一さんというかスニーカーズでも買えるけど店舗へ行くシリーズもう最終回かもしれない。もしかしたらすいません、すいません、本当今回買えないやつ買っちゃって。買っちゃいました。すいませんね、本当に。すいません。また今年もよろしくお願いします。お願いします。今回はちゃんとこれが正式で合ってますからね。これで合ってますから。これ、あ、そうですね、ちゃんとこの入れ方で合ってますからね。ありがとうございました。ありがとうございました。